こんにちは。何撮ってんだよ。こんにちは。何撮ってんだ、こっちは仕事って言っちゃうよ。あー、お腹空いてますか。はい。イエーイ、うおー。ということで、仕事中の2人に料理人が最高のランチを作る。空いてるってことなんで、まあなんかパスタでもパスタ作ります。じゃあね、パスタを今日は作っていくんですけど、ちょっとここで言っちゃうとバレちゃうんで、作りながらちょっとどういうのができていくのか楽しみください。まずね、フライパンに弱火でスライスチーズを引いて、ちょっとパリパリにさせます。すごいじっくりと。まずニンニク潰して、軽くみじん切りします。粗くて OK。 ラーメン使います、今日はね。で、ラーメンを軽く何枚か薄めの輪切りを作っておきます。軽く何枚かね、できたら絞ります。絞り汁、今日家のちょっとね、余り物だけでやってるんで、ちょっと豪華なスープとかサラダはあれなんですけど、ちょっと一品で楽しめるやつをね、作ろうと思っております。うんご、おい、レモン汁、ほい。割とね、8分ぐらい放置していい感じのこのパリパリのパリパリ焼きができております。軽くね、黒胡椒を振っておりまして、すごいなんかアメリカです。ちょっと軽くラメンもしっかり食べると、こういう感じのいいパリパリ焼きができます。で、隣でもパスタ茹でます。塩たっぷり、ういこんな感じでいい感じになったんで、これ冷ましてね、ちょっと後ほど、まあ、切っておきます。で、そうしたらこのままのあれでいいんですけど、ここにちょっとね、オリーブオイルをちょっと引きますと。で、すかさずニンニク、あー、もういい、いい世界ですね、これで。うん、ほいで、ここに軽くバター。その間にボウルにこれ卵黄を3つ入れて、そこに粉チーズとあとさっきのレモン汁も入れちゃいます。こんな感じですね。パスタ OK なんで、ちょっと軽く茹で汁を。はい、入れてあげて、ここにパスタぶち込みます。しっかり絡める。カラメルソース。で、ここにコンソメをね、軽く大さじ 1.5 ぐらいかな、入れます。よく混ぜる。そしたらさっきのにぶち込みます。このやばい海にぶち込んで、すぐ混ぜる。軽く味見、うまっ。先にこの子たちをちょっと乗せます。にちょっとガーリックペッパーで、粉チーズをちょっと、で、黒胡椒、最後にこの子たちを乗せると。はい、ということで完成いたしました。レモンカルボナーラです。結構なんかいい、なんか美人になってるんじゃないかなと思いますんで、2人に持っていこうと思います。もしもーし。何ですか、呼び出して。急に呼びでずっと言ってるんだけどな。何なんですか。まあまあ、ちょっと待ってください。うわ、レモンカルボナーラ、すげー。残り物で作ったやつなんで、ちょっとお店じゃん、マジで。すげー、あれです。もうマジ の、 あのパスタの料理のお店で出てくるやつじゃん。ガチなやつじゃん。ガチなやつじゃん、余り物で。客席だけど、どうぞ。じゃあいただきます。いただきます。上のレモンはどうしたらいいんですか。上のレモンはね、なんかいい感じにパスタになすりつけてもらって、なすりつける。味チェンというか、そういう感じに使ってもらえたら。はい、でパスタの方にもレモン汁入ってるんで。うわ、すげえ。わーい。カルボナーラなんだね。カルボナーラ。多いですね、これは。美味しそうでございます。うわー、いただきます。超絶うめえ。やったー。うん。レモンだ。レモン。うまっ。ニンニクレモン。うん。レモン。まあちょっとな、ね、お腹空いてるけど、
まあ、みのりんね、そこまでではないってことで、まあ、レモンでね、2人とも爽やかに食べてもらえたらってことで、うん、これ今の季節いいね。ね、確かにね、めちゃめちゃ合う、うん、夏でもね、全然食べれちゃうと思うんで、うん、これバテてやっても食べれると思う、うん、いい、これはいいの、美味しい、ありがとうございます。あの中、あのパリパリのチーズね、それつけてるので、うん、結構ちょっとスナック感覚で一緒に、そうだね、なんかお昼とか、うん、なんかランチ系のなんかいいパスタして、これお昼にいいと思います。はい、それはおしゃれ。はい、ということで本日は、まあ、仕事中のお二人にということで、ね、ランチを作らせていただいていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。でも定期的にね、ちょっとやっていけたらなと思うんで、こういうのは、はい、お願いします。はい、ということでね、はい、あ、すいません、皆さんもちょっと仕事中の同僚に同僚とか社長にどういうこと、どんなシチュエーションやねんまあまあまああるかもしれないですね、よかったら、はい、真似してみてください、いろいろ、はいはい、はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバーイ、バイバーイ。